どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバー2卒就活生の鈴です。本日はですね、先日私の最終面接の1日密着動画が公開されたかなっていうふうに思うんですけど、まあ、その最終面接の結果報告と今後どういうふうに動いていくのかっていうところをお話ししたいなっていうふうに思っています。なので聞いてくれると嬉しいです。まず就活の状況からお伝えすると、1社この間最終面接があったっていう形になるんですけど、そこは不合格という形になってしまいました。で、まあ結構今明るく話してるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、本当に悔しくて落ち込んで、何が一番悔しかったかっていうと、妥協してたなって思う部分があります。その最終面接で2個私妥協しちゃったなって思うところがあったんですけど、まあ、まず1個目が企業分析で、2つ目が面接対策です。で、1つ目の企業分析に関してお話しすると、そこの企業に本当に行きたいっていう気持ちはあったし、そこの企業でやりたい仕事もあったんですけど、そのサービスを実際に自分が使っていなかった、実際に面接で実際にそのサービス使ってるとか、そのサービスに どういう風に関わっていきたいみたいな感じで深掘りされた時に答えられなかったです。なので本当に企業分析が甘かったなっていう風に思ってます。でもう一個面接のところで言うと、いろんなサイトで想定質問みたいなのがあるじゃないですか。それ私全部リストアップはしてたんですけど、全部に対して回答を考えておくことはしてなかったっていうのが一つと、あともう一個がロジックを完全に詰め切れていなかったっていうところです。で、そのまあリストアップしてたものに答えてなかったっていうのは、20個ぐらい用意してたんですけど、まあ、そのうちの半分ぐらいしか用意してなかったです。で、ガクチカのロジックについては、ガクチカで話すときにその課題とか施策とかあるじゃないですか。そこってなんかちゃんと論理的に説明できなきゃいけないと思うんですけど、私はまあこれぐらいでいっかっていう気持ちで、そこまでロジック詰めないでいって面接に挑んでしまったっていうのがあります。なので、そうですね、面接で話す内容と、まあ、企業分析っていうところで自分の甘さというか、妥協する悪い癖が出てしまったなっていうふうに反省しました。なんで妥協しちゃったのかっていうと、まず自分を過信していた。それこそ面接練習ここまでやってきたし、就活対策も十分だろう、まあ、そんな自分だったら、まあ、もういけるんじゃないっていうふうに思って、対策をさらに深掘ることをやめてしまってました。まあ、そこからさっきもお話ししたんですけど、妥協する癖がついちゃっている自分にっていうのがあります。なんかその妥協する癖っていうのは、さっき企業分析とかその面接で話すこととかざっくりとしかやってなかったっていうふうにお話ししたんですけど、なんかそういうふうに浅い理解で物事を進めてしまうっていう悪い癖があるんですね、私に。それが今回の面接でも出てしまって、失敗してしまったなっていうような感じです。本当に悔しくて、いつまでたっても自分直したいなって思ってるとこ直らないなっていうふうに思ったのが一番悔しかったです。その妥協するとかっていうのもそうですけど、それ以前に企業さんは私に時間使って面談してくれてるのに、その企業分析とかちゃんとしないでいくって、なんかもう不誠実だなとか、ちゃんと企業さんと向き合ってなかったなっていう反省があったので、まあ、残りでそこちゃんと頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、ちょっと話が暗めになってしまったんですけど、まあ、その今回の最終面接落ちた反省はこんな感じになっております。で、今後どうしていきたいのかで言うと、1社落ちちゃった反省として、企業分析甘かったなっていうのがあったので、その2社のうちの1社についてすごい企業分析をしたんですね。もう IR 資料を読み込んで、その企業の YouTube に出てるものとかっていうのも全部見て、で、実際にやってるサービスの思いとか、どういうビジネスモデルなのかとか、そのアプリ使ってみたりとかで企業分析をすごいした結果、2社のうちの1社がその自分のビジョンである人の孤独解消っていうところに本当に思いを持っていて、で、まあ、ここでなら自分のビジョン達成できるなっていう風に強く思って、もうかなり志望度が上がっている状況です。なので、まあ、さっきお話しした1社目落ちちゃった理由、企業分析ちゃんとやってなくて、企業さんとちゃんと向き合ってなかったっていうところと、ガクチカのロジック詰めが甘かったっていうところを徹底的に対策して、まあ、残りの2社挑もうという風に思ってます。経営研究して志望度高まったところなんですけど、まあ、実はここも倍率がすごい高くって、でかつ難易度がすごく高い面接で、そのまあロジックとか志望動機とかっていうのをすごく深掘りされる企業さんなんですね。なので面接の難易度が高いっていうのと倍率が高いっていう面ですごく難しい企業さんではあるんですけど、この超行きたい企業にもう絶対に受かるために頑張りたいなっていうふうに思ってます。
この前最終面接落ちちゃったのがちょうど1週間前ぐらいで、その1週間前からもう猛反省して、まあ、土日は基本的に企業分析とか学士課のロジック詰めっていうところに時間使っていて、まあ、平日も幼馴染も浪人してて同い年なので、幼馴染と一緒に平日は夜2時間から3時間ぐらい一緒にカフェで毎日就活しているっていう感じで頑張ってます。まあ、今度こそちゃんと自分のビジョンが達成できるっていう風に心から思えた会社で働けるように頑張りたいっていう風に思ってるし、皆さんにもいい結果が報告できればいいなっていう風に思ってます。ということで以上私の結果報告動画でした。聞いてくれてありがとうございます。ラストスパート皆さんで一緒に頑張っていきましょう。頑張るぞ。おう、ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。